ダニエル・リンスは、ブラジルの女子バレーボール選手。レシフェ出身。ポジションはセッター。ブラジル代表。欧米では、ダニ・リンスとして知られている。ペルナンブーコ州レシフェ出身。2003年から2005年まで、オサースクバレーボールクラブに所属し、2005、06、シーズンには、ピンハイローズ、ブルーライフに移籍。さらに2006年にはユニリーバに移籍した。 2003年にパンアメリカン競技大会及び女子パンアメリカンバレーボール杯で4位入賞に貢献した。代表監督のジョーゼ・ギマライスは2009年8月1日にポフォンに代わりリンスを首相とした。同年のワールドグランプリでは優勝を果たした。2011年のメキシコで開催されたパンアメリカン競技大会でキューバに3-2で勝利し優勝。 自らもベストセッター賞を獲得した。2012年8月のロンドンオリンピックではチーム2連覇に貢献した。2014年8月のワールドグランプリでは2連覇に貢献し、ベストセッター賞を受賞した。2016年リオコリンに出場した。その後は代表から離れていたが、2018年の世界選手権で代表復帰した。ありがとうございます。